本日は匠ジャパンでも大人気の浮世絵月岡芳年の月百姿をご紹介いたします。さまざまな月の姿とともに描かれる芳年の世界をご堪能ください。本日はその中でもこちらの作品をご紹介いたします。満月と朝顔の下に夫婦が夕涼みをしている姿が描かれています。まず男性の方を見てみましょう。そばには杯があるのがわかります。寝ているのかのけぞっているのか、男は月を見ながらお酒を飲んでいるようです。女性をよく見てみましょう。赤ん坊を抱いているのがわかりますでしょうか。夫婦ではなく家族だったようです。夏の夜に少し涼しくなった頃に外に出て家族団らんとしている、なんとも心安らぐ光景です。何でもない日常の風景ですが、不思議と魅力的な浮世絵ですね。本日ご紹介いたしました作品はショップから直接ご購入いただけます。他にも素敵な作品を揃えていますので、概要欄のリンクよりお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。最新のビデオを見逃さないようにチャンネル登録お願いします。